こんにちは乗、えー、乗りり越越ええネットトテレビの新ししいい番組がスタートいたします乗り越え部活動これはスポーツや芸能そして芸術などの分野で反差別や、えー、それから反レイシズムまたはあ平和を希求した人たちに焦点を当ててその人の新しい事実を掘り起こしたり、うん、関係者の証言を合わせて皆さんと一緒に語っていこうという番組です。 ご,なえー、ご案内役を担当いたしますのは、えー、私、乗越ネット共同代表の新巣碁です、えー。そして、えー、解説とファシリテーターをお願いいたしております、ジャーナリストの木村幸彦さんです。こんにちはこんんににちちはは よろししくお願いします木村さんのコラムとか私とても大好きで拝見させていただいてるんですけれどもいつもこうなんか大冗談に構えたものではなく人からおしむさんの時もそうでしたよね、はい、なんか人から中心にこう、うん、いろんな社会の問題を見ていくっていう感じがするんですが、うんうん、何かこだわりのようなものはおありなんですか、うんうん、そうですね、まああのー、例えばまあ事件を描くとか えー、歴史を描くっていうところの中心に据えたいと思っていたのが、まあ、いつも人間だったので、はいえー、人をまあ軸に据えようとしかもそれはまあただの,その持ち上げとか称賛ではなく複眼的に人を描くということを据えて、まあ、人間からその事件であったり歴史をまあ共有していこうというのがまあ自分自身今わりかしこだわって書いてるところですね。うんはい だからなんかあのとてもスーっとこうあの想像ができるというかなんかこうマウント取られてる感じが全くないんですよね, <laughs> ね私は取るような人間じゃないですね <laughs> 本当になんかあのデクションファンでいつも読ませていただいております,ります、えー、そして、えー、今日はとても素敵なあのゲストを第一回目に、えー、ご招待させていただきましたあのお忙しい中ありがとうございます、えー、と映画プロデューサーのリーボンウさんですこんにちは。 あの李さんは本当に在日の社会だけではなく日本の社会にものすごく新しい息吹を吹き込んだというふうに私は見ているんですけれどもあの映画の配給をするとかいろんなものをご紹介するという時にはものすごくネゴシエーションが大変ですよねタフなネゴシエーターという感じがするんですがご苦労なさったことも多かったんじゃないんですか。 まあでも、まあ、今回ご紹介いただける「ハナ」という映画も買い付けを決めて配給するまでやっぱり2年ぐらいかかったと思いますね。そうですか JSA どはどうだったんですかはあのー、あの当時やはり韓国でも大ヒットをしてましたので、うん、ただあの僕はシュリを「趣里」という映画を配給した後だったので、はい、JSA も同じ会社が制作をしていて。うん それで、あのーまあ、優先的に話が来たので、うんあのー、まあ大体、ね、そうですね <laughs> でもなんかあの私の知る韓国社会を見ると、うん、人との関係がつながらないと、ね、なかなか難しいですよねビジネスライクにもね。で今日はあこのお3人で進めていきたいと思いますが第1回目はなんと「乗り越え卓球部」です。 部活動の中で今日は卓球部ということでえご紹介していきますが <laughs>、はい、木村さんなぜね、うんえー、今回その卓球部で人物は荻村一郎さん、はいえーね、元、えー、世界卓球連盟の会長をやられた方、うんはい、なぜ、まあ、卓球にしたかというのはですね、うんまあ、一つは えー、共同代表の新さんに対する敬意、えー、もあってですね実はあまり知られてないでも知る人ぞ知るで新さんは卓球選手だったんですよね。<laughs> あの選手というかあの卓球は大好きでしたね小学校中学校の時にもうすでに、えー、町でやっておられたという今ちょっとこの動画を見ていただきたいんですが <laughs> <laughs> いやあの,あの中学校の時にあの本庁クラブという中野の,あのクラブに。 入まああの勉強できない時には何か芸がないと生きていけませんからいやもうこれこれはいつの動画ですかこれはですね多分40代50近くなってかなアメリカの UC サンディエゴに客員で行ってた時に中国人の研究者の人たちが遊んでくれた大学でのシーンですね。 ね素人に見えないですね <laughs> のこのスピードは <laughs> い,やいやいやいやこれも全く全く相手になってないんです<ー>はいもう申し訳ないけれどどの中国の研究者の人と一緒にやっても<ー>勝てた試しがない<ー>別に中卓球をプロでやってる方たちではないんですけれどもまなんかご飯を食べるように卓球やってましたよねそれだけやっぱ中国人にとって卓球というのは身近なスポーツだったということで。 そうですね。強いはずですよね。強いですね。なんかあの。例えばボールがこう台から下に行ったらですね。うんうん、こう見えないところで切るんですね。カットするんですけど。うんうん、右に行ってんのか左にいってるかわからない。うん、なんかミラクルなことがいっぱいあって。うんうん、なんか日本で卓球をやってると、こう決まれたこうパターンがあるわけですね。うんうん、で、それとは全く違う。まあ、今、思い出して、もなんか。 愉快で <laughs> で勝てないなっていう感じがしますよね。<laughs> なるほど。で、あの小木村さんを、はいはい、あの、うん、まああの私も大変よくあの存じておりますけれども、うんはい、今回あの小木村さんので行こうというふうに決めたのは、はい、もちろん私だけのことではないですよね。はい、<laughs> そうですね。あのー、まあなぜ小木村さんだったのか。ええー、まあ2021年ね東京オリンピックをやるということになってますけれども。 彼自身のその半生がですねまさにあのオリンピック憲章を体現したような方だったんですね。はい、えっとちょっとねこの辺で少し解説をさせていただきたいと思います。はい、1932年にあの東京で生まれます。で、えー、東京都立西高校ですね。 <で>優秀な学校ですよ、ね、すごく有名で,でしかもあのね高校の1年生の9月から卓球始めるんですまあ行ってみればあのかなり遅いところから始めるんですけどもここからもう努力を重ねてですね都立大学に行ってでこれもまあ卓球をやりたいということで2年の段階で日大へ行きます、うん、これは体育学部じゃないんですよ、うん、今日りゅうさんも来ていただいてますけども実は日大芸術学部映画学科に行って。 映画も撮ってるんですよ非常に多彩な方で日本の卓球というタイトルでイタリアの映画祭で銀賞を取ったりしてるわけですねすごいなで53年に、まあ、初めての日本チャンピオンになります全日本選手権シングルス優勝で1954年翌年ですね世界卓球選手権のロンドン大会で、えー、優勝初めての、まあ、世界チャンピオンになるわけですけども、うん、まあ当時、えー、まだ戦争が終わって、えー、9年ですかですから あのー、イギリス、ロンドンではですね非常に、まあ、日本選手団というのは不利な判定やブーニングを受けてくるわけですけど、まあ、この時の体験が後々、やっぱりあの卓球で平和をということを、えー、考えていかれたんじゃないかと思いますで54年にその世界チャンピオンになったその後、えー、個人総合を含めて全部で12個の金メダルを取りますこれだけでもすごいですよねでその後ですね今度は引退した後指導者に転じますで指導者になっ 今度は日本の選手だけではなくて海外の選手も含めて指導にこれは中国であったりサウジアラビアであったりスウェーデンであったりあらゆる国へ行って壊れていって全部で10人の世界チャンンピオンを育て上げますでその後今度はあいわゆる裏方の方に回りまして世界卓球連盟の理事になってでシオンライ首相にですね1962年だったと思うんですけども 中国に来て指導してくれないかということで、うん、中国で卓球を教えに行きますで、えー、1966年これはあのちょっと現代史に詳しい方分かると思うんですけど中国で文化大学名のが起こるんですねで,すねでこれでまあかつての権威は全部失墜するということでスポーツもこれ迫害されて、えー、まあ指導に行ってた荻村さんも帰国させられてでこの時親交のあったえ中国の代表チームの監督たちが まあ抗議をするんですけども最終的に自死に追いやられていってしまうという暗黒の時代中国はこの文化大革命によってえ世界で孤立してしまうわけですねでそれを今度1971年にえ71年から荻村さんがあ理事となってえー中国をまあ国際社会に復帰させようとピンポン外交を始めるわけですねで えー、77年かな、えー、その後中国が復帰しまして、でえー、これが大き,い大きいんですけれども、えー、1987年、えー、世界卓球連盟の、えー、会長になります、いわゆる IF ですね、国際あの競技団体の会長に就任して、ここで何をしたかというと、えー、ピンポン外交をさらに広げていくわけですね。 えーえー、と1988年、えー、アジア卓球選手権大会を、えー、新潟で開催するわけです。88年というと、お二人もちろんご存じだと思いますパパルパル五輪の年ですよ、ねで,すね、で、実はこの時韓国で開催するということで、えー、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国は、えー、出ないということだったんですけども、あの最後まで卓球だけは出場させられないかということで、彼は動きます。 でえー、この年に実は新潟で、えー、北朝鮮、えー、朝鮮民主主義人民共和国チームも韓国と同時に出場してるんですけれども、えー、これはまあ日本政府の横割りが入って朝鮮総連のパーティーに北朝鮮選手団が会食したということでクレームをつけてこれはもう内政解消じゃないかということで、えーまあ、つまりやっぱり政治の介入によって選手団帰っちゃうわけですね。 <で>そう残念でしたね,ねえでこの時まあ要するに、あのー、一つの挫折を受けて荻、うんえー、村さんは少し叩かれたりするわけです新聞で挫折だとところが、まあ、ここからですね彼はもう本当に奮闘努力しまして、えー、1991年、えー、これは日本の大会です世界卓球選手権の、えー、千葉での幕張での大会を行うわけですのここでですね、ええ えー、なんと南北統一チームを実現させるということがあってですね、えー、これはだからお二人とも、あのー、その世界大会統一チームが出てできて、えー、大会に出場した時はもう応援に行ったという話も聞いてますしまた感激したという話も聞いてますが、うん、その辺のところでまず今日はね <laughs> だから在日社会においてこの、えー、南北統一チームがどれぐらいこうすごいことだったのかっていうのを 少しお話しいただきたいと思います。あの、私はね、当時、周りにいた青年たち、それもね、えっ、ー、と。民族団体とは関係ない、人たちも含めてですね、うん、退去してみんなで行ったんですよね。で、誰が言い出したか、もうちょっと記憶にない、ぐらい。うん、あの時はみんな、なんか盛り上がってまして、うん、で、まあ、大きく見れば。 それは例えば第二次世界大戦の終わりですよね終わりの始まりだったわけですよねまだ唯一そのあの戦争が終わってないのが朝鮮半島ですからでねあの時にその決勝であの、ね、最後までぎりぎりに勝負がつかなくてでしかも相手は中国ですよ中国に勝てるなんてもう考えられなかったです9連覇ぐらいしてましたからね中国は。 でそれを、まあ、最後にあの共和国、まあ、北朝鮮の,あの選手があの勝った時の会場はもうすごかったですよね。もう一面1回2回3回ぐらいまであったのかなみんながこうわーっと盛り上がってでそれでその統一記という言われたその白地に青の朝鮮半島の絵が描かれたものをねこうみんながゆら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 こう。 こね、やるんですね,でねあれあの手作りのものもたくさんあったんですであれはね私はもう旗ではないと思いましてあれは何ていうのかなあのボーンさんなんか分かりますか「サイプリ」つまり「サイ」っていうのが厄除けみたいなこう解き放つということなんですけどもよく在日のおじいちゃんとかおばあちゃんが踊る時にこうハンカチをこういうふうにして手でやるんですが。 あのそのサイプリみたいな、ね、つまり在<ー>日という反反というのは日本の人の言う,こう恨みではなくてトラウマですよねとか悲しみとか押し殺した希望であったりとか斗国であったりとかそれをこう解き放しているようなその会場全体がねサイプリなんですねこういうふうにしてですね、うん、だからあれはこう統一期という表現では私はあの旗とは思わなかったので。うん だから、いまだにこう三十年経っても、あの時の状態が、こう、すごくこう思い浮かばれるんですよね。李、うんうん、さんは。あの時は。あの。会場に、うん、僕は、あの、徳間書店ってとこに。勤、うんえー、めてましたが。うん、その日は、ずる休みをして。<laughs> あの。まあ、今はもう時効ですけど、何人かと。行ったんですね。うん、で、ちょうど、えー。中国にダブルスで負けた。 直後に着いたんででじゃあ3試合目もうこれでもうあの銀メダルだねってなってるもうみんなシーンとしてるシュンとしてるとこ,ところに到着したんで、うん、あやっぱりそうだろうなと思ったんですけども、うん、そのそれからの怒涛の展開が、はい、もうとにかくすごいもう会場がとにかくもう興奮のるつぼに化してる、うんうん、だん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 そのみんなの表情も変わってきて。 最後優勝瞬間との爆発的な喜びの発散っていうか爆発は本当今でも覚えてますねこんなに会場が揺れるのかっていうぐらいすごかったですねとにかくあの表彰式の時に人はほとんどいないんですよいつもいろんな国際大会の時にだけどもう表彰式の時ももう満席でねすごかったですよねしかもその出てきた選手団っていうのがえとまあ えー、北朝鮮共和国から2人 2>、うん、それから韓国から2人と 2>、うん、でそれでそのダブルスも南北で出てそ,で、ね、でそれから1セット目1試合目は勝ち2試合目が勝ち、はい、で、えー、3試合目のダブルスで負け4試合目のシングルで負けで最後の5試合目が何でしょう あの北朝鮮のエースだった人が、うん、そのまあちょっと体調が悪くて、うんそ,ね、それで臨時で入った若手だったんですよね。ね本当になんか幼い感じのする、なんか十代のように見えるね。えー、ユ,ース,ンユースンボクさんが一試合目も取り、それから五試合目も彼女にかかったんですね。あのプレッシャーはすごかったと思いますよ。うんうん、ですよね。うん、でも本当、髪がかってましたよね。髪がかってました。うん、あの。 1>, 1試合目がねあのその最後の5試合目の1セット目というのが最初彼女が取って 2>,、うん、2セット目はねやっぱり中国の選手にリードされるんですね、うん、でそれをね任してて取っいやーなんか1本こう打つたんびに、うん、うわっっていうのでなんかあれはなんてまあ本当に私としてはなんか、うんうん、でもあれが。 あの時代何て言うんでしょうねこう朝鮮半私たちのさまざまな悲劇とか、うん、あの問題あの南北の問題っていうのはやっぱり分担されてるというところから来るものですからそれがひょっとしたらこれが解決できるかもしれないという、うん、なんか一筋の光のような、うんそ,うね、それにみんなしがみついたような感じがするほどの勢いだったんですよね。うんうん あの木村さんはえ、うん、映像か何かでご覧になったことありますかえと動画をい、まあ、くつか拝見したり、うん、あとやっぱりあの大会に関わってた人たちの、うんまあ、これは在日の,の人たちが多かったんですけども、うん、その時の感動を散々聞きましたしご存知だと思いますけど実は南北統一チームの、ねうん、発想っていうのは前の東京オリンピックの時からはあったんですよね。年,62年あたりから、えーえー 1972年にも共同、うん、南北共同宣言があって、はい、で、えー、いくつかまあそれはやろうとしたんですけどもあの途中でいろんなことがあって挫折して確か88もの時もう前に確か87ですかあの大韓航空機爆破事件とかがあって、はい、まあ,あの非常にこう緊迫しているところでまた荻村さんがね、うんえー、その新潟のアジア大会で。うん この時はだから確かねあの北朝鮮朝鮮民進共和国の公務員の入国っていうのは、うん、あの禁じられたんですよ日本の法務省、うん、それを木村さんが <laughs> これはスポーツだからということで、うんえー、入国のビザを下ろしたわけですね。うんまあ、ところがまた途中で、えー、緊急帰国というような事態になって、まあ、挫折するんですけどもそこで諦めずにこの91年につなげたっていうところが素晴らしい。 よかったですよ、ねうん、あの荻村さんのねあの、うん、これの中でね、えっと、これを統一記を作った、うん、ところのねあの、うん、ちょっとあのコメントが出てるんですけれども「うん、青は空のように明るい青ではなく分断された民族の悲劇を表すような深い色」例えば日本海の海の色を思わせるような青にしてほしいんですと。 青の深みが引き立つ色にしてくださいというような形で、うん、まあ当時みんなが振っていた統一きのね、うん、まあ注文をなさったということを聞いて、うん、あのなんて言ううででしょうねねみ入るんですよ、ねうん、ただ単にこうあ表層的に一つにすればいいということではなくて、うん、痛みを分かってこの人はやってくれてるんだな、うん っていう感じがしたんですが、うん、あのそれが韓国で映画化されましたよね。はい、うん、それが先ほどご紹介いただいた花というこれは日本でもあの、はい、上映されましたよね。ししはい。あのー、この映画の存在を知って、うん、まああのー、早く見たいと思って、うんえー、試写会に出向いてあの見たところ、やはりあの当時のあの日本でのまあすごいあの試合の模様とか そういったものを本当に忠実にこう、まあ、再現してましたしで若い監督なんですが非常にあの演出もあの的確であとその、えー、まあスポーツ映画ですからそのスポーツ競技に対するそのどのぐらいこうリアリティがあるかっていう非常に大事なんですけども、うん、それもあの本当にもう卓球選手のように上手でしたねのハジオンと、まあ、ペ,ドペドナが両方もうとにかく特訓して。うん それで、あのー、本当に卓球選手に見えるぐらいの出来だしたし、うんまあ、映画も本当に素晴らしくて韓国でも非常に話題になりまして、うん、で、あのーまあ、配給しようということを決めたんですけどもなかなか、あのー、でも実際に劇場公開する当初と時はちょっと時期があの悪くてですねまあいろんなこう、うんまあ、テポドの問題や何かがあってですね、うん、拉致問題もまたあいろいろまた。 いていた時期なので劇場側が、あのー、韓国映画なんですけど韓国映画に見えないと <laughs> 要するにあの北朝鮮って言葉でみんな韓国の俳優なんですけどもね、うん、北朝鮮が関わってるってことで、うん、なんかこう勘違いがこう生まれてなかなか劇場でこうそれは今でもうん残念な部分ありますけども。うん、ただ映画本当素晴らしくて あのこの映画のファン非常に今でも多いですし、うん、スポーツ映画のベスト10と選んだら必ず今、うん、あのその中に入るぐらいの名作です。あのこの花の配給に関わることによって、はい、小木村さんのことはどのようにしてお知りになったんですか。僕は小木村さんも元々小木村さんという存在は僕もスポーツをが好きなのであのまあ木村さんと同じサッカーをね非常に あの好きなんですけどもやっぱりあ,のあるスポーツ選手のこう人生という上では荻、うん、村一郎ほどのスポーツ選手はいなかったなと、うん、お後にも先にも、うん、まあ日本のスポーツ業界もう本当にと全て、えー、含めて荻村一郎を超える存在はまだ生まれていないし、うん、引退した後に旅行するとか、うん、旅するっていう人いますけどももう荻村一郎のような。うん あの世界を股にかけるとかですね、うん、もうスポーツでその本当にそのあの平和を実現するとか本当にこうそういうことを本当実践した人っていうそれはもう僕あのあで城島さんもまあ出ていらっしゃるんであのいろいろ伺いたいことは今日山ほどあるんですけどもこれ本当にあの映画のような人生でこの堀米村一郎自身が最も映画的な人生なんですね。 ええですから荻村一郎の映画がなんで日本で作らないのかっていうのは韓国だったら多分5本ぐらい出てるんよね。というか花の中に出てこなかったのはとても残念ですよね。そうなんですけまあム・ヨンソンっていう監督若いんですけども彼が日本にプロモーションで呼んだ時にもその話をしたんですね。彼も知っていて「次は君が荻村一郎の人生を映画にすべきだよ」って言ったら。 いやもうできるなら本当やりたいですと、うん、や,やりたいんだけどもいやでも日本の監督があのやるべきじゃないですかねみたいなことは言ってましたけあね。花の感動映画の感動もそうですけどもその会場での感動を、まあ、支えきった人が荻村一郎さんで,、うんでね、私はあのなんかね荻村さんをもし他の人に例えるならっていつも思うんですね。うんうん、そうするとと、まあ、ちょっとなんか、うんあの まあちょっと私の個人的なあれなんですけれどもやっぱ中村哲とかねあとそれからあのペルーの皇帝人質事件の時にあのトゥパカマルとそれからその軍の銃口の間をねもうぜ赤十字のゼッケン一つでポツポツと交渉してったあのミニングさんのようなねどちらかというと非常に困難な状況の中であ素手で,で彼の場合は。 卓球ラケットを持ってピンポンを持ってその入入っていた国際紛争の中に入っていたなんか歩く憲法救条のようななんかそんな感じのする方ですよね。うん,うん。で、あの荻村さんはたくさんのあの素敵な言葉を残しています。うんうん、ちょっといくつかご紹介させていただきましょうか。これなど非常にねいいですよねい,いい言葉です。 もし終戦時のやるた会議で日本の分割が決まっていたら、当時中学一年生だった私も何とか日本を一つにしようと頑張っていたはずです。えーうん、まあこの想像力ですよね。ねこれあのちょっと解説しないと多くの方わからないと思いますが、うん、あの本来でしたら、えー、日本の敗戦と同時にですね、うんえー、まあどこで。えー ソ連とそれからあのアメリカの連合国がそのまあ統治を分けるのかといった時に日本の領土の分割だったんですね。で日本の領土の分割ですからひょっとしたら九州で分割されたかもしれないし、えーまあ、東京が分割されたかもしれない日本の今の日本の国土が分割されたかもしれない。でも当時は朝鮮半島も全部日本の植民地で日本の国土でしたので。うん そこでそれぞれの軍隊が駐留していたあまあ朝鮮半島の三十八島線で南北の分断が起きたということなんですね。うん、ね当時はまあ数日国数日国側だったドイツがまあ東西に分断されたわけですか当然日本もその可能性は強かったわけですよね。うん、でこの言葉の後にですね、えええー、スポーツが政治を動かすことはできないでも援護射撃はできる。 スポーツの本質を曲げずに政治が歩み寄りやすい場を設定するそれがスポーツ側にいる人間の力量ですと、うん、やっぱあくまでもそのスポーツと政治を、えー、分けて考えようではないかと、うん、あの介入するのもされるのも駄目ですよと。うんでこの その今回の,そのよく話題今話題にしている91年の統一チームがなぜその成功したかというのはこれ大室さんすごくそのタイミング的なこと言ってたんですけども実力がやっぱり白昼してきていたと南北の基本だと思うんですよ実力主義ということでいえばえこれはあのユーゴスラビアのサッカーの代表監督だったオシムさんが言ってたんですけれども あの各民族は必ず分島に入れろみたいなことを当時のユーゴスラビアの, <laughs> の政治家が言ってきたと、うん、それは逆にダメなんだとそれは逆にもう民族差別なんだということで、うんえー、彼はよく言うんだけどもコソボのアルバニア人ユーゴリスラで一番非差別にあった人たちが素晴らしかったら俺はそれあのコソボのアルバニア人で11人を選ぶと、うん、で荻村さんが91年ここだと思ったのはやっぱりあのまさに北も南も一つの、うん、え力量的に 言ってみれば白昼してきたので統一チームはここだというポイントだからやっぱりそこは政治からいかないんですよねあくまでもスポーツ選手としての目線から入っていったということも成功の一つですからお二人がご覧になってたねダブルスもすごくいい形でまた白昼でしたね。では ここで、あの実はおぎむさんの反省を描かれたこのピンポンさん、これやっぱり人ときますね。まあ名著ですね。名著ですね。歴史に残る本当に一冊です。うん、えっと城島さんとあのズームであのつながっておりますので、少し城島さんにおぎむさんのお話を伺いたいと思います。え城、ー、島さん、城島さんこんにちは。こんにちは,はじめまして、よろしくお願いいたします。はめまして、よろしくお願いします。 えと今あの、ご本を紹介させていただいたんですけれども、はいはい、あ本当にあの名著ですよね、書かれた時はあは、何年ぐらい前だったんですかもう十数年前ですね、<laughs> あのそうすると、もうあの沖村さんは他界されてましたよね。そうですねはい あのこの本を出されたきっかけというのを簡単に教えていただけますかそうですね、小木村さんが宅配される直前にあの、僕は新聞記者をしてました、大阪があの大阪オリンピック招致を2008年をターゲットに、ちょうど招致活動を乗り出した時に僕はその担当になって、で、その招致担当者の職員の方から、小木村一郎さんが生前最後に、まあ、自分たち、大阪の人たちに託した思いがその、 オリンピック招致の理念、まあ、スポーツパラダイスという言葉を荻村さんが大阪市の幹部に伝えて、まあ、これからのオリンピックはまあスローガン政治的なスローガンとかそういったものではなくてこの場所でオリンピックを開けば最高のスポーツスポーツの祭典ができるということを大阪アピールすべきだということでこうスポーツパラダイス構想というのを大阪市に伝えたその わずか二三ヶ月後ですね、あの <laughs> 亡くなられたんですけれども、その荻村さんのまあ遺言といったものをちょっとこうある幹部の方が僕に託されて、まあ、それを記事に、まあ連載、有刊の連載という形で記事にしたのがきっかけですね。あの上島さんからご覧になって荻村さんってどんな方なんですか。まあ、まあ、ご覧になってというか、お芝居なさってはい。 なかなか一言で言うのは難しいですけれどもとにかく人並み外れたエネルギーとあと崇高といいますかすごい高い目標理念を持ってでそのために今何をすべきかっていうのを、まあ、確実に、まあ、未来を見据えてたのでその時々は周りの人たちからキーな目で見られることも多々あったと思うんですけれども最終的に必ずその夢を叶えてしまう,もう実現不可能と思った夢を 一歩一歩着実にそこに向かっていろんなことを進めていって最終的に叶えてしまった人、まあ、駆け抜けた62歳2年の生涯ですけれどもあのこのピンポンさんの中で描かれている若い頃の荻村さんというのはなんかなかなかとっつきにくい感じの方でしたよね。そうですね,うですねもう、まあ、僕は最初取材をしていてい、まあ、村さんが生前 まあ住まれていたお部屋をご遺族の方にこう公開していただいて入らせていただいても好きに見てもいいということだったんでまあ机の引き出し本当亡くなる直前まで荻村さんがそこで生活したというまま残ってたんですが机の引き出しを開けさせてもらったその一番上に高校時代に彼が書いた「時々の木」っていう日記が 大大学ノ大学ノノーートトも本当古い残ってたんですね、まあ、それを一番机の上に置かれたというのもやっぱ荻村さんらしいと思うんですけれどもその何者でもなかった高校時代の日誌にこう綴られた言葉がですねとにかくこう何て言うんでしょう高校生が書いたのかっていうもう本当周りを寄せ付けないような文章ですね。で実際周りににいいた人たちに聞いても,もう 他人とはう何でしょう友達もいらないし卓球強くなるためなら一切の妥協しない、まあ、その覚悟のある人だったと思いますねまたあの中で出てくる私はとてもなんかあのこの本はあの小木村さんの本であると同時に小木村さんを支えたあの卓球場の被災さんの二人との関わりがすごく丁寧にそして温かく語られているんですけども このの本は違ううう意味でで言うとあの久さんの人生もままた描かれてすすよねそうですねそ僕は最初に描きたかったのはどちらかというと上原被災さんというまあ姿勢に来たまあ小さな卓球場を守り続けた一人の女性の生涯の方がどちらかというと最初は描きたかったというか荻、まあ、村さんというのはもう既にもちろん当たり前ですけどもより出た素晴らしいまあ戦後のスポーツヒーローの一人ですから、まあ、その荻村さんをずっとこう日陰と言いますか支え続けた女性 まあ、僕も実は、おばさんにものすごくお世話になったので。あの、おばさんありきの荻村物語っていうか、おばさんのずっとこう眼差しを通じた荻村さんを書きたいっていう思いはずっとありました。なんか、あの、彼の、その、若い頃の、あの。いろんな記事を、あの、記事というか書かれたものを見ておりますと。なんか、こう、自分を追い詰めてますよね。もう、人生がもう終わりなんじゃないかと思えるぐらいに。うそうですね。やはり、その、まあ、戦争を体験したというのもありますし。 お父さんもおじいさまも同じ肺の病気で32歳の時に他界されているので,でご自身も決して健康というよりはです、ね、どちらかというと病弱、痩せぎすでですねでやっぱ肺に何かのこう軽い疾患があったらしいんですねだから必ず自分も肺に関わるような何かの病気で32歳で死ぬだろうというちょっと死生観がこうあったような感じは周りの人から聞いていてもそういうのは感じましたね。 あのたくさんの困難がおありになったと思うんですけれども彼は決してそれから逃げませんでしたよね。そうです、ね、なんか壁があってもさらそのどう突き,崩していか突き崩していけばいいのかっていう、まあ、まさにビジョンですけれどもそのビジョンを早急に描いてそれを実行するためにこの挫折を味わった今何をすべきかっていうのを、まあ、考えて実行できた人。 でしょうね。その時に若い頃は周りと衝突しようが、こう。誤解されようがもう気にしないんだっていう。そこの孤高さっていうのも、多分普通の人では持てない覚悟ですよね。そうですね。そしてそのまあ自分で力を。まあ、いろんな意味で権力を持ってるようになった時にまた。 変ないい方ででですすすけど自分のために使わないですよねね <laughs> そうですね、まあ、あのご家族の取材をしてると、まあ、世界の荻村って言われて国際卓球連盟の、まあ、ヨーロッパ発祥の競技で IF、まあ、国際競技連盟のトップになったのは実は荻村さんが初めてなんですね。でそこまでの名声を得てるのにあんまり言うとあれですが全然お金儲けとかですね <laughs> あのそういったものには全然興味がなくて、えー、本当に。 なんでしょうそのい1本当極端ですけどこんな小さなピンポン玉でいろんな世界のいろんな紛争があったり民族間の対立があったりそういったものを解決していきたいって思いが、まあ、特に晩年の木村さんにとっては最優先だったような気がしますうんそれはどうしたでしょうかまあ子供の頃からのまあ戦争体験ですとかあとまあ卓球 選手として日本代表になってから、まあ、戦後初めてヨーロッパで開かれた世界選手権に日本代表が出た時には、まあ、イギリスロンドンですねで味わったこう反日感情がこんなに激しいのかっていう本当代表として日本代表として行くんですけれども、まあ、レストランで上村さんたちが入っていくと全員他のお客さんが店からいなくなったり、まあ、髪の毛を切りに散歩したん好奇心があって行ってみたら。 お前の髪のの髪毛を切るハサミにににははこ店ないいんだっていう,ふうに他の代表選手は英語ができないのでわからなかったんですが荻村さんは英語ができたので一人そういったものをこうダイレクトにこう感じるその体験というのはやっぱ大きかったと思いますね。スポーツ日本の代表として行ったのにそこにその、まあ、戦争から来る反日感情 直接ダイ,レクトにダイレクトに受けてしまうでも日本にいたらなかなかそんなことはダイレクトに感じることはなかったのでそこの体験最初の世界選手権での体験というのも大きかったかなとは思いますね。ともすれば、まあ、そういう体験を受けてしまうとあの、はい、一つの反動でね今度はもうんところが、まあ、この反省をあのジャルマンさんすごく丁寧に追わ,われてますけども。えー 中国をもう国際、えー、社会に復帰させるために、まあ、ピンポン外交を始めたりそれから、えー、朝鮮半島を一つのチームとして、えー、認めて、えー、自らがらが IF のリーダーとしてしかも日本で、えー、の大会に参加させるとでこの世界観は荻村さんどういうふうにこう勝ち得てもあの持ち得ていったのかジョリエさん、どのよう,うにご覧になりますか。まあ、やはりその 世界選手権もそうですけれども卓球という競技を通じていろんな世界を知ってでそこに荻村さんの感受性っていうのは卓球なら卓球だけしてれば強くなればいいじゃなくていろんな文化から吸収するものがあるっていうことで、まあ、あらゆる芸術ですね音楽も絵画も全て古今、まあ、東西の超一流と言われたものを吸収してそれを卓球に反映させるそれをどん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 重ねて積み重ねて追求していく中で何がこの社会で大事なのか この地球、荻村さんやっぱり日本という視野っていうのはあんまりなかったと思うんですね最初に世界に旅立った時点から先ほど申し上げたその初めての世界選手権以降荻村さんの頭の中には常にこう反日感情からくるこう自分たちが受けたいろんな言葉であったり行為であったりとかそういったものって卓球を例えば芸術の域に昇華させていくために 全体必要ないものですよねむしろそういったものを取り省く努力をしてこそ卓球が芸術になれるんじゃないかっていう原点はやっぱ卓球への何ていうでしょうそこのない情熱といいますかこう本当に卓球を芸術にしたいという思い,が始まっ思いから始まってそこの障害になるものというものをこう一つ一つこう省いていったでその中で見えてきた一つの光がピンポン外交っていうまだ若かった頃に 米中国交正常化の,の1971年の名古屋での世界選手権がまあ一つのきっかけになったんですがそこでまあちょっとまあ成功体験っていうとおかしいかもしれませんけれども卓球を舞台にしてあれだけ歴史的なことができたじゃないかっていう一つの自信っていうのがさらにそういう思いにつなと重なってどん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 荻村さんが立場も含めてですけれども大きくなるにつれてちょっと考えつかないようなピンポン外交ですよね。 芸術家ですよね。うん、そうですね。なんかですよね。なんかこう？うん、僕は映画にすごくまあ、映画を作ってきたんで。はい、うん、その荻村一郎さんのようなあ。なんかヒーロー像ってなんかすごく映画的ですよね。ある意味、うん、ですから。あの。 まだあれですかピンポンは映画化の話はないんですかあの何何何度かいただいてあのそうですそうですあの文庫本の帯あ文庫本を作るときその直前に映画のプロデューサーの方が吉永小百合さんにですねあの本を出してくださって吉永さんが読んでくださってなんかこういい感じだったのであの文庫本になったときに帯を吉永さんに頼んでですね吉永小百合さんの帯を書いてってまあその時はちょっと映画化っていう話があったんですがなかなか。 なか映画を作るっていうのはちょっと僕は全然あの不勉強ですけれどもなんか大変なお金もかかりますしそこであの話が消えたままになってますね小村一郎はね絶対映画化すべきだと思うんですよねあの、はい、日本のスポーツ界のためにもあの絶対あってもいいかなと思いますね、うん、吉永さんに一回もう一回相談してみるか <laughs> お願いします <laughs> お願いします えと91年当時の荻村さんの取材をなさって何か感じたことっていうのはございますか、まあ、こうやっぱりその韓国に20回北朝鮮に15回このために足を運ばれて、まあ、僕がいた新聞社もそうなんですが何だかんだもう今日本のこと、まあ、イデオロギー分かれてしまって、まあ、僕は新聞社をやめるきっかけもそれだったんですが僕は大阪社会部で自由に。 かけるっていうのは僕がいた新聞社の一番の、まあ、あまり大きくない会社だったので大きな会社に対する、まあ、一つの強みだったんですがある時からイデオロギーありきになってきて書くなっていうふうなことがかかってきたんですねそれは政治家たちも一緒で北朝鮮に強い政治家もいたかもしれません、まあ、社会党中心にいたかもしれませんし韓国に強い政治家強いといかパイプのある政治家もそれぞれいたとは思うんですがその人たちはもうやはりそれぞれのポジションで。 別にそれぞれのやり取りしかできなかったんですね。うん、やっぱこれも荻村さん、あるいはスポーツの、やっぱり荻村さんが提言している、スポーツは政治を動かせないけれども、歩み寄る場を作ることができるとおっしゃってたんですが、うん、まさに荻村さん自身は、韓国にも太いパイプを持って、北朝鮮にも太いパイプを持って、両方の国に行き来できて、ちゃんとした提言をできる。で相手側も 2年、3年の月日じゃない10年、20年というお付き合いなので荻、うん、村ならということでいろんなこれ、やっぱり南北ともにそういう関係者が荻村さんを信用してくれたっていうのはこれも本来、政治もそうあるべきだしメディア、ジャーナリズムもそうだと思うんですがどうもそうはいかない現実が今現在も残っているのと重ねてみても荻村さんっていうのはまあすごいし繰り返しますがそれこそスポーツの力というのを強く改めて今も感じますよね。 もう今、メディア切り取っても,もう右左ではっきり、完全に荻村さんもどっちかというと左って言われてて、社会党が政権取ったら荻村さんは外務大臣だなんて言われたこともあったらしいんですが、でも近い人に聞くと、全然そんなイデオロギー的なことで動く人ではなくて、どうしても最初、中国で教えたとか <laughs>、いろんなお付き合いの関係上、そういうのもあったと思うんですけれども、そこに僕は、社会部記者だった僕からしたら、そこにも強く惹かれましたね。 あのそれぞれ両国にわたって20回15回ですか通常でしたらやっぱりあの敵対している国ですから、うん、戦争中の国ですから、うん、そこにこれだけ行ってるっていうことになると、うん、普通警戒しますよね。<laughs> 両方から警戒さ,れかされますよ、ね、<laughs> ところがそれだけ自由に王冠されてたということはそれだけ信頼されたということだと思、ね、うんで,、ね、ですね。普通だったらお前向こうでどんな話しとんねんっていううん <laughs> なかなかこうなると思うんですが、うん、でもその統一コリアを91年の世界選手権で結成するときもやっぱり直前まで、うん、これまた破断破断って言ったらおかしいですけど交渉が決裂する、うん、まあそれを一つは南北が一つになるにはやっぱ結果を出さないといけない、うん、ある程度強くならないといけない。うん、よかったのは 南、まあ、韓国と北朝鮮の卓球の力がわりかし両国ともにレベルが上がってきて、まあ、均等な戦力を出し合っても強くなれるという背景はあったんですけれども、それでも直前になって強くなるためにやっぱ合宿が必要だから、うん、といっても朝鮮半島のどこでやんねやっていう、ま,あ、まだ、ね、戦争が続いている中でどちらかの国で強化合宿はできないっていうのが結構それが左になっても。 結と仕掛けた時に、荻村さんもすぐにもう日本で用意するっていうことを明言してですね、うんうん、すぐに日本の関係者にもう有無を言わさずっていう感じだったんですけど、<laughs> もうその担当者の方には、その時電話を受けた方にはインタビューさせてもらったんですけど、急に電話かかってきて、すぐ合宿できるように手配してくれっていう。<laughs> もういや、そんな無理でしょって、それすでに予約が入ってたりとかで、で <laughs> もう俺がちゃんとする。最後、長野なんかはやっぱり、 オリンピック招致もありましたから、うまあ、そういったことも視野に即座に視野に入れるんですね。その合宿地として世界に発信できるから、それを今すぐ市長に電話して言えとか言うんですん <laughs> そ,のその方も戸惑いながら市長に電話したらしいですが、でもやるじゃなくて、前向きに検討するっていう現地だけ取れとかですね、うそういったことをもうその日のうちに起きるさん指示されるんですね。でないともう数時間のタイムラグで話がもう しちゃうういタイミングなので結果成功しちゃったわけなんですよね結局映画にも「花」という映画にも描かれてましたけど合宿地で双方の言葉の違いとかそういったハプニングがいろいろあったりしたんですけれどもそれもでも大事なのは荻沼さんは大会までは最大限いろんな配慮をするけれども世界選手権が始まったら統一コリアチームに対して一切の 配慮しないぞっていうのをちゃんと明言されてるんですよね。スポーツの本質を曲げずにそういう政治がえみよるまあ両国がえみよる舞台を作ったっていうまあ本当素晴らしいこ。ここでスポーツの本質を曲げちゃうと、うん、そうですね。すね対照的にあの2018年でしたねあの安あの宣言があって米朝があのまあ接近をしてでそこで また同じく世界選手権スウェーデンので統一チームができるんですけどもところがこれは政治が主導ししちゃいましたよねそのね。そのピョンチャンの冬季五輪もそうでしたけども、はい、あの選手の力量というよりも政治の力によって統一チームができちゃったこれはやっぱりねあの荻村さんの精神からするとちょっと反してるんじゃないかと思うんですがいかがですかジョージさん。 まあもし荻村さんがいたらありえないことですよね。うん、まあ本来なら準々決勝で女子のリーグ戦勝ち上がってきた韓国と北朝鮮が対戦する予定だったんです、ね。うん、対戦して勝った方が準決勝へってもちろんトーナメントですから、うん、ところが突然ですね準々決勝で戦う両国をもう統一チームにして、うん、<laughs> 戦わずして準決勝ですからメダルをもらうというこれはだからスポーツとしては。 うん、ありえないことですしそれが卓球っていう、まあ、オリンピックも大きいですが世界選手権っていう長い長い歴史伝統第54回だったと思うんですがそれだけの歴史がある世界選手権でスポーツの本質を曲げるようなことをやってしまったっていうこれはもし荻野さんがいらっしゃったら、まあ、もちろん実現していないですが、まあ、ジャーナリストみたいな立場でいらっしゃったらもう。 どんな言葉で切り捨てたかかわらない <laughs>、まあ、僕は91年の世界選手権の時に一つ好きなシーンなのは、まあ、もちろん、まあ、大会を連覇していたもう最強の中国チームに統一チームが勝ったという結果もそうですが、うん、終わった後最後こうそ,うそれぞれ国に帰るという時になかなかバスが動き出さなかったと、はいうん、それはなぜならあの韓国のゲンはさんと北朝鮮のエースのリ・ブンヒさんが抱き合ってましたね。うん、はい うん、小木村さん亡くなるまでもう一度もう一度,もう一度っていうのもおっしゃってましたからうなうもう一度何かの機会何かチャンスはあるぞっていうことをずっとおっしゃってたようですね、うん、周りには。両国でねあの大会をやるというアイデアもあったそう,です、ね、そうなんですその千葉の世界選手権が終わった後メダルのレプリカを両国に30個ずつぐらい用意をして訪問された時にそれを持って行って、えー、4年後91年の4年後に世界選手権を今度は朝鮮半島を会場にしてやろうと。 どういうことかというと、最初の団体戦を北朝鮮でやって、でえー、終わったら個人戦ですから、今度は韓国までみんなバスで反問店を通って、選手団全部、まあ、千葉の大会は108カ国でしたけれども、世界中から集まった卓球選手、焦り立ちを乗せたバスが反問店を通って、韓国で今度は個人戦をやるとそうした、そういったことをスポーツが提供すれば、さらにこう朝鮮半島を取り巻く情勢というのは変わってきますよというところまで、それも両国の関係者に。 言ってるんですよねだからそういうビジョンをあの千葉の統一コリアが優勝した直後にもうギブルさんの頭の中では決して非現実的な夢ではなくてある種本当に4年後には実現するお客さん多分強い気持ちあったと思うんですよね。だから今のこの東京オリンピックパラリンピックに重ねて言うとやっぱり 80年ですよね、モスクワオリンピックを日本にボイコットしましたけど、うんはい、あれも日本は全部西側諸国と、まあ、一緒にボイコットって書き方してるんですが、実はイギリスとかフランスとかスペインは、うん、まあ政府は核議了化を日本と同じにしたんですが、スポーツの力で参加してるんですね。はい、もうスポーツがやっぱり独立、政治から独立してるっていうか、もちろん国家国旗は使わないっていう制限はありましたけれども、そういった舞台をちゃんとアスリートたちがスポーツの責任と権限で、 るんですよねイギリスのセバスチャンコーがモスクワに出てるんですよね。で、そこの実績がある上に、ロンドン五輪が決まったっていうのは私はよく聞くんですよ。ロンドンの招致段階から彼がリーダーやなったんです,よんですよ。だからこそ発言力があったと、そうなんですよオリンピック精神を体現した彼こそが、クブクリン、パリに決まってたのが、ロンドンに逆転したのは、 あの時のセバスチャン・コーがモスクワに出てたからだ。はいはい。荻村さんが朝日新聞かな <laughs> 書いたかったのは、もしあの時、八十年のモスクワオリンピックに日本が出場してたら。もっとせい政治も、まあ、当時、それに対して、もっと発言しやすかったんじゃないですかと。うん、なんか、あの、ぜひ、あの、この城島さんのピンポンさんを、うん、あの、皆さんにね。あのお読みいただきたいと思います。うん、なんか、こんなに、こう、筆圧の、あの、こう、なんていうかな。うん ごンと重い感じで、しかも読みやすくて、そして反省がわかる本も、私も久しぶりに拝読させていただきました。ありがとうございます。今日は本当に、あの長い時間、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうした。ありがとうございました。ピザちょっと一個聞きたいんですけども。平壌あるいはソウルで。ええ、李さんが、実際その見聞された木村さんに対する評価って、どのようなもの。 非常に高い評価でして、ピョンヤンは分からないんですけども、在日の中にも、ですね在日卓球協会ってあるんですよ、もともと朝鮮高校で卓球やってた選手たちが集まって作って、あと、ピョンヤンに合宿に行ったりですね、北朝鮮の選手と交流試合やったりというのがあるんです、在日代表で向こうで試合やったりっていう。 サッカーでもまあ同じなんですけどでその中でもやっぱり荻村さんっていうのは別格で同じようにやっぱり荻村一郎だからできたと思うんですよねだから北からも韓国からも同じく尊敬を得てるっていうかまずはチャンピオンだっていうことの圧倒的なこの実績世界チャンンピオとしてねやっぱりその競技でチャンピオンですからこれはもう誰もが認める。なおかつそのまあ トップトップでもあってあれぐらいの決断力と行動力があればそれはみんな従うでしょうねっていう多分みんな小木村一郎だったらやってくれるだろうっていう期待を持ってやっぱりみんなうなだたと思うんですよねそういう信頼というかな小木村一郎に対する信頼がすごく厚かったんじゃないかなともちろんそれはピョンヤンとかそれだけじゃなくてもちろん北京もそうですし。最近ねその組織 委員会、まあ、東京五輪の、うん、委員会の会長の、えー、手腕の評価の一つの言い方として、うんえー、政治折衝能力であったり、うん、その利益分配がうまいとか <laughs> でこういう、ね、言葉でその,、ね、そのスポーツ団体を評価するっていう、うん、まあこれは本当にねなんでここまで劣化してしまったのかなと、ね、どこまでそのスポーツあの平和五輪憲章の理念を体現してるかということで、うん、本来はね 考えなきゃいけないんですけれどもジョージモさんが書かれたこのピンポンさんの中で小木村さんが、えー、子供の頃に通っていた、えー、吉祥寺の卓球場そこの被災さんの卓球場が40周年を迎えた時にメッセージを送っていますで、そのメッセージがとてもその彼の柔らかいところを表現しているのでこの3行だけご紹介させていただきますね、えー、天界からこの青い惑星の 一番暖かく緑なる点を探すと武蔵野卓球場が見つかるかもしれないね、この暖かい武蔵野卓球場から一人の若者が育ち、うん、そしてその若者が世界をね、うん、ピンポンで結ぼうとしなんかとても素敵ですねあの今回 小木村さんを第1回目でご紹介させていただきましたざま、えー、な思いがあると思いますが、えー、実際にあの皆さんのいろんなお話を聞いてみて木村さんいかがでしたかえー、そうですねあのー、1回目本当とね荻村さんでよかったなとそうです、ね、改めて思いましたね。で李さんに言われて改めて気がついたんですけども4月ちょうど1991年から30年たった月日なんですよね。 ね、そううでですねねちょうどこの時期でしたなんかそういう意味で言うと一つのアニバーサリーとしてもやっぱりあの今もう一度やっぱり取り上げなきゃいけない人じゃないかと思います。で最後にちょっと「荻村一郎五六」というのを、はい、もう一度もう一つご紹介したいんですけども、はいえー、ちょっと読みますね「あのス,ポーツがおスポーツに大きな転機が訪れるのは21世紀を待たなければならないだろう」。 その頃ナショナリズムや金輩主義から自由になり国旗国家を使わず国籍も問わない元の姿に戻るかもしれない、えー、そんな明かりが見えるような気がするこれはまあですからまあ20世紀荻、うんえー、村さんは1994年の6月に亡くなるわけですけども21世紀にこんな期待を持ってたわけですよね。うん、ところがじゃあ果たして今21世紀もう20年を経過してこんな時代になってきてるかというと。 えー、全く荻村さんの期待に応えきれてない、うんえーま、今回ちょっと荻村さんを振り返ってまさにその、えー、平和それから反差別っていうことを明確にしたオリンピック憲章を体現したような彼の言い方を見た時に、うん、今のこの2021年の東京オリパラ組織委員会とのやっぱりギャップを感じざるを得ないんですよね。いわば 福村さんはこのナショナリズム、それから、要するに商業主義から自由にならなきゃいけないと。ところが、えー、今、組織委員会がやっている聖火リレーというんでしょうかね、<laughs> エレクトロカルパレードのような,な,な、なんて言うんでしょう、グロですよね、チームコカ・コーラとともに応援しましょうという、はい、えしかも聖火ランナーはそのバスの後からついてこなきゃいけないということと、その動画を新聞社が、 えー、アップしたら72時間後には消さななきゃいけないけ、うん、これ組織委員会に僕問い合わせをしたら、うん、IOC に聞いてください <laughs> IOC はここまで堕落してしまったのかとかつて IOC は、うんえー、南北共同開催を提言するような、うんえー、組織だったんですけどもやっぱりこの商業主義に出してしまっているあのそれから小木村さんがこう提唱していたナショナリズムから解放されなきゃいけないということ、うん、これも えー、北京オリンピック2008年でしたかねあの時に日本の大使館が持ち込んではいけないというふうに通達をした旭日機これはまあ非常に軍隊をまあその想起させる旗だから持ち込んでいけないといった旭日機をこの組織委員会は許可してしまったこれはなぜですかと問い合わせるんですけどもこれらの質問にまず一つきっちりとして組織委員会は答えられないんですよね。であの果たしてこうい ただ荻村さんが期待していた未来に我々は今立てていないということ、うん、もう一度やっぱりあのこの1991年の幕張での世界大会卓球の世界選手権大会をつどつど思い出してはスポーツのまあ可能性希望を見捨てずに我々はやっぱり仕事をしていきたいなと一物書きとしして思いましたねそれから先ほど新さんが朗読されましたけども荻、えー、村一郎さんを支えていた えー、武蔵野卓球場の、えー、上原さん、えー、上原さんの、えー、支えがなければ世界の小木村も、えー、成立しなかったわけですところが今の特効オリパラ組織委員会のみならず、えー、自民党の二階幹事長ですか、えー、不祥事によってどんどんボランティアの人たちが辞退をしているんですけれどもそれに対して、えー、どうしてもお辞めになりたければ、えー、また新たなボランティアを追加せざるを得ないと 全くそのリスペクトがない言葉を発信されていますスポーツをする人のみならずスポーツを支える人に対する尊敬の念も今は失,失われてしまっているのではないでしょうかそうですね、はい、あのリーさん最後に一言いただけますか私は何かそういうことないんですけども大 <laughs> <laughs> 木村さんには憧れてますしまあああいう方の人生をいつか 映画にしてみたいなというその思いがまた強くなったというだけですはい,いすぜひまたあの素晴らしい映画作りになればなま私,私見に行きますのでビ、はい、ザに作ってもらいたいですねそうですねえー、さて今日第1回目、えー、乗り越え卓球部小木村一郎さんで、えー、お届けしてまいりましたけれども第二回目はなんと乗り越えマラソン部です <laughs> <laughs> 今度はマラソンではどなたをすごいですね。サンンソンギジョンさんですね。ああ、ソンギジョンさんですね。はいあのえっとヤシンさんの面識は。はいあの、うん、一緒にご飯を食べたりとかあのとてもあのなんか歴史的に偉大な方だととっても大きく感じるんですけど、うんうん、お会いした時にはもう私よりかも、うん、あの。 少し小さく、あ,あ、こんな小ぶりな、あの先輩だったんだなと思うぐらい。うん、あの優しく、優しかったですね。うすうん、えー、では、ソンギジョンさんのその人生と、それから。えー、まあ、どのような、関係の方々から、お話を伺えるかわかりませんが。うん、えー、次回は、乗り越え、マラソン部。ソンギジョンさんで、お届けしたいと思います。今日は長い間、どうもありがとうございました。